スノーマン、究極のご褒美をかけて成田市で、ソレスの敵借り物競争。国民栄誉賞を受賞した吉田沙織も参戦。ラウールと天才キッズダンサーほなつちゃん、10歳、が、ダンスで世界一を目指すドキュメントもオンエア。TBS で毎週金曜20時から放送中の、ソレスノーマンにやらせてください。5月10日は19時から2時間スペシャルで放送。 スタジオゲストに木村吉の、早見あかり、高 hiro を迎え、豪華日本立てで送る。ご褒美は、成田市の定番グルメ、特上うな重と、予約半年待ちのイタリアン料理。スノーマンが最高のご褒美、天国をかけて、街中に繰り出し様々なテーマで仮物競争をする企画、天国か地獄か、仮物競争ツアー第2弾。今回は、 歴史の街、成田三新商事近辺と、日本の空の玄関口、成田国際空港で、ソレスの間と仮物競争を観光。今回勝者が得られるご褒美は、成田市の定番グルメ、特上うな重と、食べログで千葉県の人気ランキングで1位、世界中でここでしか食べられない予約半年待ちのイタリアン料理。そんな究極のご褒美をかけて、スノーマンが3チームに分かれ、 あの手この手を使って大奮闘。MC は今回も深沢達也が担当する。